ヒップホップのトラックでラップするんじゃなくて、ヒップホップのトラックで歌うみたいなのを、の知ったのがメアリー・ジェブライジ、メアリー聴き始めて知ったから、やっぱ最初の自分のこう扉っていうか、音楽のデビューの時のそのなんか扉は、その彼女の音楽聴いたのはすごい大きかった。